ゆっくりしてってね。主人公カップル生存で恋愛ポイント10、最終話告白決定、第41話の1ターンクリア、始まるよ。本話でクワトロとアムロルブ100、ブライトルブ底上げして、ジジはオルドナポセイダルで A チームクズカ全員ルブ100達成。B チームはジワアッシズミチルでクズカ全員ルブ100達成、ラス前荒野の死闘は人のクズなし。最終は参戦の州をルブ100にして、スーパー系新の最短95ターンクリアとクズカ全員ルブ100を達成します。4回目の完走に向けて、悔いを残さないよう、すべて出し切りたいです。大輔哲也のサポートで、15にアムリリス、9にヒカルを出撃させました。クワトロルブ96集中、手加減、魂。戦艦以外全味方を HP10 にします。ライザーをヒカルの身に、エマに金魂2万を拾わせてから、ヒカルの下に移動。データ変形、高覚醒、範囲内に移動。ブルーガスト G とダブルデータ変形、撃ちます。私はアコギなことをやっている。デンドロビウムの限界を改造すれば岩礁上の2機も命中 100%、マイクロミサイルは切り払いかなので変形で封じましたが、ゲシフェンスとインが切り払いしなければ突破、サイド手加減で骨しゃぶりします。2回合計でクワトロルブ100達成。地球がモタンと気が来ているのだ。HP10 以下の骨を手加減有効で打つと、ダメージゼロでも経験値10分の1入ります。全味方を骨まで削って、さらに骨しゃぶり、神業連発でクワトロルブ100。全攻撃がルブ100で味方第1位なので完走後の番外編ネオグランゾンと戦うでは MSK 最大ダメージを出してもらいます。哲也、大輔と2度目の合体、ヒカル再動、エマにも再動。ヒカルとクワトロ、補給要員アムはアムロルブ100のための肉。リリスで大輔を激励5回、1 EP 無双させて哲也とルブ上げします。前回動画で男児はメカを好んで、女児はメカを好まない理由を取り上げましたが、今回さらに掘り下げます。エマゼタの戦闘要員を4回激励。太古から人類は世界的に男児に狩りや戦いの玩具を与え、女児に育児をさせるための玩具を与えました。そうした民族が栄え、しなかった民族は滅んだのかもしれません。エマ覚醒で戦艦搭載、ランボ覚醒、加速で右上に移動。鉄や加速、ライザー、ランボの上に移動、稽古で再動。近代、戦争に科学が使われるようになると、男児にメカの玩具を与え、女児に与えないことで教育した。社会や国にとって必要な人間にするため、という危ない話でした。覚醒覚醒で金魂1万を拾って、さらに覚醒、宇宙田、加速、集中、ひらめき、右下端跡を削ります。先ほどの社会や国にとって必要な人間にするためが危ない話になったのは、戦後からで、それ以前は別に普通でした。ど根性、中、鉄壁のダイザーで19、16に移動、EP 無双するため、アムで補給。アムロルブ100にする味方を残し戦艦搭載。主人公カップルは恋愛ポイント獲得のため、あの信頼で全回復。日本は明治維新を、欧米列強に対抗できる国を目指し、人口を増やそうとしましたが、欧米では人口が増えすぎる弊害が知られ、女性の権利も広く認められました。戦後、日本で女性の権利が認められるのは遅く女性の幸せは結婚にある思想が根強く残りました。女性が理系に進もうとすると親戚一同が結婚が遠のく、と反対する、ことが今でもあるようです。戦艦上に移動、ニューガンダムハサウェイで金魂拾い、EP 無双で敷いていくようにするため、ライザーの右上アトールを削ります。日本は近代化と戦後拮抗は必死でやって早かったですが、女性の権利拡大は欧米の外圧でしぶしぶやって遅かったです。戦艦ラーカイラムを15、18に移動。EP で戦艦を狙うアトールとバッシュをインで落とします。
日本の少子高齢化が特に深刻な理由も、欧米に対抗しようと必死で頑張った反動が原因だったりします。梅よ増やせよ、国のための時代と、それが否定された時代との落差が最も激しいのが日本だからです。 EP でダイガーを攻撃できない右端のアトールを落として、ウィン行動終了。エルガイムのペンタゴナワールドは女性がヘビーメタルで戦うことが多いけど、男性に破滅させられることが多く描かれました。グレイスルグ83。我々の世界と同様、逆に女性に尽くして破滅する男性も多いと思われます。本人が幸せならいいんです。ぐるぐるスパイラルアタック。おもねジェラミオギワザを暗検察 CT で撃墜。2EP 赤増援はなぜか別勢力で同士打ちします。ギワザの統率力不足かも？ケイトラ冒険案検察です。3、決まりました？バカな。この私が？ギワザの野望を一刀両断。アムデブルンガスとゴールドに補給。用がなくなったので肉にします。アムロ集中、幸運、全撃墜率 100%。撃ちます。人が人に罰を与えるなどと。ルブ99でルブ100になる仕様ですが、ルブ98止まり。アムロ幸運、必要ないけど魂。クワトロを2回落としてルブ100にします。エゴだよ、それは。逆者の名台詞でアムロルブ100。回避は味方単独1位。直感は神優、受動と同値で1位。番外編ではほぼ全味方ルブ100能力ランキングを発表します。実はグレイスでコロニー上の金魂を拾い、コーデ左上岩礁の金魂を拾って戻らせる予定でした。しかし金魂拾いを放棄して、グレイスでアトールマキトミンを、コーデアシュラテンプル2機を幸運で落とした方が、資金3100得するので予定変更しました。ゼータの限界改造すれば命中 100% ですが、要資金7000です。あとは人のクズでブライトのルブ底上げ、ランボを上に隣接させ、稽古2度目の再動で分離。クワトロに HP10 以下の骨にされた味方を前に整列させます。ブライトはルブ24必中なので突破率 100%。1EP 突破率を 90% から 95% にするため、撹乱しよう。整いました、撃ちます。本命を叩き込め。本プレイの優先度は1最短ターンクリア、2最大限育成、3恋愛ポイント10獲得で。資金最大限獲得とリペアヒットを除く強化パース習得は、努力目標です。ジジワで A チームクズか全員ルブ100か。能力は低いけど環境に必要なのは統率力。しかし第4次ではゲーム的に反映されない。1EP はウィンザ 5% を回避すれば突破で、恋愛ポイント10獲得、最終話で告白決定。個人的に歴代最優秀戦隊ヒロインはモモレンジャーと思います。必殺技ゴレンジャーストームを開発管理してるため。第16話では敵がモモレンジャーが欠けた時、ゴレンジャーは最も弱体化すると分析してます。彼女を復讐して戦線離脱させてから、残り男4人を全滅寸前まで追い込みましたが、彼女の復帰で大落選されました。男児向け番組では科学技術の重要性を訴える内容が多いです。以前女児向け番組に登場した巨大ロボを調べましたが女児向けでロボは変。のギャグが大半でした。マジックナイトレイアースだけは例外ですが、追随して継続的に巨大ロボが登場する作品はないですね。ハグッとプリキュアでは初のアンドロイドが変身するキュアームール登場、他にもジェット機やロボを操縦したり、宇宙船を修理したり、宇宙飛行士になったり、女児向けでも理系的描写が微増傾向です。ウィン 5% 回避で勝利条件3最終話で告白確定。
最終話で1最短ターンと2人のクズも極めます。ラス前荒野の死闘は A チーム増援前1ターンクリアで獲得か。実は1ポイントも落とせませんでした。大輔哲也はジジワでルブ45ダブルになります。修理数12機、赤字3300。クズか全員ルブ100が見えてきました。ラス前は人のクズなしになり、最終話で修ルブ100にして終了です。ジェンダーフリーで欧州では近年、女児に車や飛行機、ロボなどの玩具を与える親が増えたそうです。理系女性が増えて、科学が発達する栄えの道か？出生率が下がる滅びの道か？どちらなのかはわかりません。男らしさ、女らしさが否定された世界は幸せなのでしょうか？生まれた時からそうなら、全く違和感を感じないかもしれません。徴兵制が男性のみに適用される国がなくなるなど、男性にもメリットが非常に多くて、幸せな世界かもしれません。ご視聴ありがとうございました。